まず自己紹介いただき、どのようにケベックと関わられてこられたかお話しください。阪南大学の真田恵子と申します。私は1980年代の終わりから90年代初めにかけてケベックのモントリオール大学に留学しました。ケベックに行くきっかけになったのは全くの偶然で、当時京都大学人文科学研究所で、教授をなされていた多田道太郎先生、に、カナダにもフランス語圏があって、ケベックというフランス語圏があってとても面白いところだよ、行ってみたらと勧められたからです。私は多田先生の お仕事をお手伝いしていました。で、多田先生はフランス文学者でもあられましたが、社会学とか、大変幅広い分野でご活躍をした先生です。で、こういった関西の著名な先生方とケベックのつながりについて少しお話をしたいのですが、多田先生は80年代の初めに、当時国立国会図書館から派遣、モントリオール大学のセターズ、東アジア研究所に派遣されていた加藤典弘さん、現在は早稲田大学教授で大変著名な評論家でいらっしゃる方ですが、その方に招聘されて、セターズで日本文学や日本文化を講じておられました。半年ほど行っておられました。で、当時はまだケベックについて、知る人が少なかったわけですが、多田先生はすでに文化的学術的に非常に面白い地域だということを察知しておられました。モントリオール大学の東アジア研究所では多田先生の後を継いで、立命館大学の西川長雄先生、残念ながら昨年亡くなりましたが、後を継いでやはり日本文化や日本文学を講じられました。そしてそのように、日本カナダにおいて日本研究に関心を持つ、現在カナダで第一線の日本研究に携わるようになった方々を育てたと、聞いております。私自身そういう先生方の導きでケベックを発見したわけです。正直に申し上げて、私は留学する前はほとんどケベックについて知らなかったので、何ができるかも分かりませんでした。しかしいい意味で、裏切られ、カナダ政府の奨学生として再度留学し、今日までケベックについて関心を持ち続け研究を続けてまいりました。それはケベックについて現在あるいはこれまでどのようなご研究がお指導されているかお話しください。モントリオール大学では、文芸学部ケベック学専攻の博士課程に、在籍しました。そちらでも大変大きな出会いがありました。まずケベックの国民的な詩人であるジャック・ブロー先生に出会い、支持することができました。ブロー先生はケベックの社会に大きな変革をもたらした60年代の静かな革命の頃から、ケベックの人々の精神的な拠り所となるような優れた詩を作り続け、大変敬愛されている国民的な詩人です。私がケベックに行って感銘を受けたことの一つは、言葉が力を失っていない場所だと実感したことです。よく知られているように北米大陸のただ中で圧倒的な英語圏の大会の中でフランス語を維持しているケベックでは、ある意味言語への感覚が研ぎ澄まされていて、言語や文学が社会と強く結びつき活力があることに驚かされました。で、ブロー先生は芭蕉や西行といった日本の詩歌にも大変造詣が深く、こんな遠いところに日本の文学を理解し愛している人がいるのだということに感動しました。またモントリオール大学ではやはりケベックを代表する詩人で、有名な評論家であるピエール・ヌブー先生に師事してガブレール・ロアという作家の研究を進めました。で、ガブレール・ロアは、マニトバのマイノリティであるフランス系に生まれた後にケベックに移住しましたが、カナダの多様な 民族やマイノリティに属する人々を繊細かつ流麗な文体で描き、フランス系のみならずカナダを代表する作家の一人です。
で私はそのロアの代表作の一つである我が心の子らよという作品を翻訳しています。でこの作品はマニトバの大平原を舞台に赴任してきた若い女性教師とさまざまな移民の子どもたちとの心の触れ合いを描いた心温まる感動的な作品です。このガブリエル・ロアは世界中に根強い愛好者がいて愛読者がいて、日本でももっと紹介すべきだと思っております。また一方で80年代にケベック社会が多元化していった状況を鋭く反映し、ある意味ケベックの多元化を牽引した動きであるトランスカリチュラリズムと、そこで、大変大きな役割を果たしたフランス語表現の移民作家たちによるレクリチュール・ミグラントで、これは私は移動文学と訳しておりますが、それに関心を持って研究し、トランスカルチュラリズムと移動文学、多元社会ケベックの移民と文学という研究書を上司いたしました。ケベックは政治的な事情からカナダのマルチカルチュラリズムには反発し、独自の共存の在り方を模索していますが、トランスカルチュラリズムはケベックの知識人や文化人、とりわけマイノリティから提唱された多文化の共存と変容をめぐる理論で、ケベックの行政の側から支持され、21世紀に入って勢いを得て広まっているインターカルチュラリズムとも深く連動し、ある意味そこに至る社会の多元化を切り開いた動向だといえます。私は80年代から90年代にかけてケベックがナショナリズムや主権主義を掲げて外に向かって結束してフランス系文化を主張した時代から急速に内向きになって、社会の多元化を意識し直視するようになった一つの時代の転換点を目の当たりにしました。そこでとても刺激的であったのは、文学が政治や社会と深く結びつき相互に影響を与え合い活力に満ちていたことです。日本の文学を取り巻く状況と比較すると大きな隔たりがありますが、そこにケベック文学の大きな魅力の一つがあるのではないかと思われます。それでは今後のご研究の展望について、またこれまでのご経験を踏まえて日本とケベックとの関係についてご意見をお聞かせください。すでに述べたようにケベックは歴史的にさまざまな困難な状況をくぐり抜けてきた地域といえます。でそうした困難な状況の中で、現代ではフランス語を守り抜き、現代では多様な人々との独自の共存の形を模索しています。そうした経験から生まれた言語への先鋭な問題意識や多様性に向かって開かれたセンスや寛容性といったものはケベックの文学や芸術の中に如実に反映されているし、グローバル化の今日、注目される先駆性を秘めていると思われます。で私の今後の研究の展望としては、例えばすでに50年代から多民族の共存を描いているガブリエル・ロアの文学の普遍性を掘り起こしたり、近年カナダのみならず欧州でも注目されているレクリチュール・ミグラントの動向について検証したり、世界的な視野からケベック文学、ケベック社会について研究を進めたいと思っています。例えばベルギーやスイス、北アフリカやカリブ海地域などの他のフランス語圏との状況との比較検証も非常に面白いと思われます。研究を離れても私にとってケベックとのつながりから得た糧は計り知れません。大都会であってもちょっと郊外に出ると大自然に触れられる、自然と共生する ゆとりあるライフスタイル、それから女性の活躍と社会への浸透、それからさまざまな民族同士の結婚や養子縁組による多様な家族の在り方など、少子高齢化が進み女性の進出を促進したい日本にとってケベックの在り方は示唆的なことが多々あるような気がいたします。もちろん理想的なことばかりではなく、例えば対人関係での細やかな心配りなど、ケベックで生活して初めて日本人の良さが実感できた部分も数多くあります。ケベックで見聞きした経験が
長い時間を経てようやく私の中で発行してきているなという実感もあるので、研究のみならず、さまざまな場面で、その魅力について発信していきたいと思っています。ケベックの人たちは基本的にとても素朴で、温かい方たちが多くて、例えば数年間会わなくてもモントリオールに行くと行って会うとまるで昨日会っていたかのように、話が弾む、そんなアミチエ・プロフォンドにあふれた友人に恵まれたことは私の宝の最も大きな宝です。ケベックには素朴な人とのつながりや自然との共生など日本が失ってしまった良き過去とこれから日本が進むべき未来が未来への示唆が同時に詰まっているところではないかと思われます。ありがとうございました。